黙りなさいよ、ちょっと。はい。今日のたたきはまた美味しいと思うで。ここの美味しいもんね。けど前のもいいところよ。うん。そうやと思う。そうそう。待ちよ。これ水入れてね、あれよ。はい。弁当ぼかすため。はい。これもこれを食べてた。うん。いくら弁当入れて。今日のカツを見せて。ただ水産美味しいがね。これはね、5分つけるか。うん、入らんかな。いや、うん、今のこれどうしよう。お、カツは大きすぎるね。この洗い箸入らんと。大きめのやつ買うたきね。まあ、さっき、あるよ、はい、5分やった、これ、大体。あ、そうなんや、そんなもんでいいの。ちょっと時間によって。はい。大体5分で。はい。ニンニクよけれんとね、美味しない。うん、これはあの日本の国内産じゃない、うん、このニンニク。国内産？これはこっちは。うん。赤いほら。こっちって他に何がある？これ白いじゃん。もう二通り。昨日買うたのと前買うちょっと。だいたい時間見よってよ、うん、これ5分だよ。見よよ。でもスローカー5分の間に、いや5分の間にせんでもいいんじゃない、そこは。なんでだって溶けすぎたら切りにくくなる。それやったらある程度用意しちょってから5分も出した方が良かったです。まあでも最初からよ。今のニンニクすり肉やろ、うん、なんでそんなんある。時期によってすりやすいすりづらいって。収穫前やったら硬いけどこれ柔らかいやろ。あ、そうなんや。やられるかね、すればいいや。結構入れるね、ふんだんに。いや、入れる、もうニンニクもいつもだから。うん、この前、前回の取ってないやつすごい美味しかったね。味付けバッチリだった。あ、ちょっと寝かしたというか置いたいよったかね。寝かした、うん、やっぱりそれせんといかんね。で、味が染み込んじゃったの。うん、染みちゃった。おー、剥げにて剥こうか。こんなの剥いて先作っちゃったらね。いや、いいけど。ラララララ。さあ、これと。これ先作っといて。うん。これあるとのね。あるだろう。水なんか入れたら水くそ。だいたいこの器で打つやつ。うん、いつもだいたい、いつも分量で。これはきつい。いいニンニクやね、じゃあ。これやけど、外国産みたいな。何のためらいもなく捨てたね。おいちょきや、それも食べる。いや、いかんに元やか。いや、元も食べれるやろ。食べれんや。元ってさっき
さっきも食べてるやろ。さっきかもとか知らんけど。なってよね。これ見てごらんやん。こんなん食べるかね、こんなん。つくよ、喉。つくわけないよ、そんな柔らかいもんで。柔らかないよ、ほら。立つよ。けど、ちゃんと知っちゃらねえか。知識がないか。こんなん綺麗に取れるけどね、磨いたら、うん、今取れんのよ。綺麗にさっきまで皮がむけんのが。うん、スリックさせてもいいわ。あんた、ねりこの子も小さいけど、でもするよ。うん。見て、山椒や、花が咲いちゃう。花って咲くん？咲く。全然、どれが花かもわからんけど。そんな、するのに集中せんで大丈夫かね？ね、これほんまにすれんは小さいけ、うん、うちの方が大きいかもかな。ね、叩きの方が大きい、うん、けどまだ磨いてない、うん、スレンも限界じゃ。限界。これだけ入れたら。うん。ええと思う。もう5分経っちゅうけど、あんた何回か。あ、忘れとった、経っちゅう。まあ、けど、もうしゃあない、これやっちまう。まあ、人って忘れる生き物やから。だしつゆです、そこそこ。はい。ちょっと、この間ちょっと辛めにやった。うん、多少なかったろ。さすなかったの。お塩パラパラと振って焼いてくれちゅうと思うけどね、あれ、うん、何とったグラス、はい、グラス大さじ1杯入る。それって大さじ1杯なんだろうか。だからおそもそもちょっと入れんときついの、これだけ見つかんす。新しいのどんなんとないかい。ない。これちょっと抜けて、はい、これちょっとはまらん。いいよ、はい、これ持って、はい、これね、うん、見つかんす。はい、それからおばあちゃんのすることはちょっと違うな。お砂糖入れる。はい、はい、これぐらい、はい、このさ、じゃあそんな近づけたら見えない。まあけど、お味を見持ってやらない。トロカツオ、トロわら焼き、カツオたたき、ただすいせん。
もうちょっと入れないからね。どれを？砂糖もうちょっと入れる。あ、そう。効いてない、ちょっと入れない。うん、なあ、嬉しい。今日も叩きはようけ、校長かんてか、ほんまにばあちゃんじゃないけどね、週に 2,3 回叩きでもいいわ。この味見てみて、ばあちゃん特製。どんな、あ、うん、えい、うん、これ先、えい、これ先切っちゃかないと、これ出しといたらいいわね、うん、そうよ、まあ立派な玉ねぎやね、そりゃけんど、これ生で食べるときね、うん、皮をのける気持ちがいい。新玉ねぎが生でも、あの皮ないやつかね。辛いよ。え？辛いよ。あ、そう。清潔ならいでも、うん、こう切ったら繊維を切るだ。いや、これやっぱ水があったらいいか、うん、玉ねぎの味が落ちてしまう。薄にスライスで、薄く、うん、薄く切り抜くね、スッと滑る、これ、うん、まだほら未熟なき、未熟、うん、加藤になってないきね、まだ、うん、ほら切れんの、もうこう切るよ、うん、切れる切れんの、なかなか難しい。それ未熟というんやな。だってこれまだ磨いちゃせんよ、うん、完全に磨いて、ほらあんなになったら硬くなるけど、うん、これは未熟じゃん、そういうことじゃないの。そうだね。あ、キュウリも出さないか。綺麗になるね、チャカ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 。チャカ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 。お、こわ。これも知ってる。なんで匂ったん？玉ねぎの匂いがせん。で、これ半分は下に敷いておく。うん。玉ねぎ美味しいからね、もう一つ入れてもいいぐらいや。ねえ。けどまあいいよ。玉ねぎ最高に美味しい、これつけたの。美味しい。きゅうりも切っとかね、きゅうりを。うん。きゅうりと玉ねぎ、今日はあの朝、昼もほら、うん、全部食べちゅうきね。何を食べちゅう？ひじきを食べたやろ。はいはい。だからそんなに食べてもいいし、ひじ、お昆布、あのわかめ抜き、わかめあった方がええよ。わかめ抜きです。そんでわかめ入れるよって、それ買うとき言うたじゃない。あ、そう、もったいない。これきゅうりでね、
そうそう。また新聞で巻いて、うん、ビニール入れといたら綺麗なのね。新聞で巻いてビニールは入れて保存しておいたと。はい。もう冷凍食品をいっぱい頼みました。頼みました。うん。もうちょっとほらこういうご時世だしね。そうやね。そうそう、極力最低限のものしか買いに行かないようにして。そうせんとね。うん、でよったら大ごと。そう、本当に。ほんでも冷凍食品が本当に使わだったけどね。うん、もういろいろいっぱい食べた。うん、いいと思う。なんていう人気が一番いいっていうのに丸をつけてくれちゃうのよ。この品物には人気があるって、そればっかり選んで。あ、そうなの。そうなの。それそういうのが一番当てなの。どうして消費者が言っちゅうかやき、うん、会社じゃない。ほんで消費者の声よ。そうなの。まあでも嘘を言うかね。そんな、まあでも好みってあるきね、それぞれ人に。けど初めてやきね。初めてということはないけど、おばあちゃん冷凍食品ほんと使わんかったきね。そうやね、初めてやね。まあでも要所要所でその状況に応じて使うっていうのは悪くはないと思うね。いやもう使わない、知らないもん。うん、で買いだめは専用に言うけどね、うん、あのお友達から電話かかっちゃったけど、もう棚が空になっちゃうものがあるから、うん、こうじょきなさいよ。かかってた。これをあ、包丁を置けば大丈夫。最初流して、これは洗われんきね。これはいや、ここ取らないか、ほら生臭いき。あー、血合いね。うん、血合いは生臭い。だって血合いも、うん、こうやね、こうしてくる。うん、こうか。ほら、血合いがぽったりある。あるね。うん、まああるね。いや、少ない方じゃない。それ性の方じゃない。せいやったのか、腹じゃなかったか。どうしよう、これせいですよ。あ、そう。もうこれは取らん、もう、うん、食べなさい。これは取った上等。うん、ちょっと手でやろうかね。はい、手をきれいに洗うといて。うわ、痛い。うわ、熱い。手焼きよった。おほほと。手を消毒だね。これつついたらなんちゃじゃないけどね。これ触った。いや。ほんで、ちょろちょろちょろ出したいわ。
どうせへんけど、こうやねもう。こうか。これが切りやすい。これが切りやすい。こうとしたら切りやすいかな。こうか。一緒？いや、どうやろう、わからないけど。ほら、綺麗な。まあ、ええ色じゃねえ。やっぱり刺身包丁じゃないと。うん。刺身包丁じゃったら綺麗に切れるね。まだ氷が溶けてない。完全に。でも溶けてない方がよう綺麗だよ。きそうよ。あのぬるぬるする場置いたら綺麗がね。うん。それ油に乗っちゃったらね。トロガツオ焼きあれやろ。油乗っちゃうけど綺麗がない。硬い。硬い。それはこうちゅうけど。まだ。これは一番切りやすいけど。うん。5分で買いちゅう。うん。まあどれぐらいの水飲んで5分かわからんけど、どういう状態で5分かによるのか。いや、お水へ入れて5分だろ。これちょっと食べてみる。だからその水飲んでによって変わるやん。うん、それやるけど。うん、本家本元、本来のやり方。お塩ちょっとちょうだい。お塩ちょっと振ったら。なんで？締まるんじゃない。味が。それは初めて見るね。めんどくさいけど、センキュー。急ぐときはセンキュー。初めて見た。いや、焼くときね、焼くとき焼くちゅうと思うよ。ほんで、線でもかなんと思う。そう？うん。お塩絶対振ってくれちゃうと思うけど、知らん、うん、バラバラっと振るけどね。そう。もうこれは手でね、はい、こうやってそれ切っただけっていうの、しみこが好き。はい。もうこれぐらいで。はい。おいしそうな。これで怖いね、これ。どういうこと？ちょっとやったら、うん、怖いね。大音。聞いてくれ。4の線。なんか職人さんみたいな乗せ方やね。職人さんみたいな乗せ方やね。そんなことない。そんなことない。褒める気見て。普段どうでもしよう気に。今日は今日は本当に出せんかったもんね、今まで。うん、今日は出てしたんや。ほんで言うたやろ、わかめ入れんよ、言うて言おったかね、覚えてない。今度はわかめ入れんきねえで、真っ黒になる。真っ黒になるってどういうこと？上が真っ黒になる。お刺身の刺身というか、叩きやけど。叩きも刺身よ。叩きは叩きやね。どうしてこれも刺身やん。刺身じゃない、知らんけど。これ先こう振っておきます。はい。ね。
お出かけときますよ、はい、もう一回ちょっと、もう俺はほんではい、まあ、黒になってきたのなるもん、わかめ入れたら。いや、そんなことないって。こうやったら見えるの。キュウリが過ぎるね。そう？入れる？うん、入れとこう。どっちみち見えになるやん。だからわかめ入れてもこれだけ。わかめ入れたら真っ黒になる。これやったら見えるじゃん。ほら、ほんでやめ、これ全部入れろね。はい、まあお客さんに出すんやったら適当にへだへだへしといたわけ。なんで見場がいいわね。うん、こんなしたらほんとカツオの身が全然見えんやろ。うん、ここまでって、このタレで決まるんだよね。そうやね、タレやね。まあもちろんカツオも大事やけど、うん、ユーナスが絶対ええ。それからニンニクをちょっと余計めにすり込んだら美味しい、うん、そうやね。で、これ寝かすの。そうやね、寝かした方が美味しいね。ちょっと、うん、よう染み込んでると思う。うん、染み込んでると思うというか染み込ませるんやろ今から。はい、ニンニクを消すのかね。消すってどういうこと。ここを置いておきます。うん、いいね。だからはい、たたきはよう作る。おばあちゃんはうん、何本あってもいいね、これカレーと同じで週に3日あってもいいぐらい。あのね、うん、あの実演を見に行った時ね、うん、何かな、実演の何を。圭介さん、うん、違う、あの九州じゃろ出身が。知らんよ。けどお父さんがね、毎晩叩きを、うん、食べるとカツオの、うん、それでまあいいよろうけどね、高知はカツオが本場やき言うんじゃと思うけど、冷蔵庫入れんでも我慢のかって寝かしましょう。あ、そうなん、はい、入れんでもええの。ほんでもええき。あ、お弁当、あーよかった、きれいにできた。いいですね。何？これ何色か知っちゅう？緑色。え？緑色。わさび。わさび色ってん。緑色よ。え？緑色。緑ことは緑やけど、わさび。ほら、そうや。わさび色って。